どうも、夫婦チャンネルチャンネルでです。今日はもう第7回になりました。エヘタ選手権でございます。すごいね、もう第7回だって、うん、もう今まで 3個ずつ書いてるから、うん、18個書いてる、うん、すごいです。ちょっとまだでも半分、5分の1、うん、来てるから、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、で今日もお題をじゃじゃーん、引いてもらって、はい、さてさて、今日は何でしょう。今日のお題は何からスタートでしょうか。ワニ。ワニ、ワニ、ちょっとここに答えがいそう。ワニ。ああ、そうだね、うん。1分間で書いていきたいと思います。ワニ？いいよ、いい？いいよ。はい、よーい、どーん。ワニでしょ？ワニはね、わかるよ、だろう、なんとなく。あら、かわいい目になっちゃった。ダメだ、これ。ワニ？なんとなくわかるでしょ。なんかサメみ、サメじゃない、魚みたい。なんだ。よし。なんか間違えた。はい、終わりでーす。え、なんかやばい、これ魚だな、ワニではないな。あれだよね、なんか 100日後に死んだワニみたいなやつあるよね。ちょっとじゃあ私たちのワニはこれです。せーの、じゃん。似た者同士だね。あんま変わんないか、うん、私がなんかちょっと魚寄りで、うん、そっちがなんかトカゲみたい、トカゲっぽい、うん、なんかなんとも言えない感じ。見て、鱗がいっぱい、うん、子がいっぱいじゃない確かに子ワニ、いや、ワニじゃないね。ワニって結構難しい。うん、難しい。てか、どれも難しいけどね。いや、ワニわかんない。ワニなんかそれになってない。食べっ子動物って。うん、なんか恐竜みたい。ああ、そういう感じか。恐竜みたいなワニ。ああ、そういう書き方がある。ラコステとかのワニ書こうと思ったんだけど、うん、思い浮かばなかった。そう。はい。じゃあ2つ目のお題です、はい、なんだろう、2つ目のお題は、うん、ゾウでーす。ゾウ、ゾウ、ゾウはいける。ゾウは人気だよ、じゃない、ゾウはかけるよ。ゾウ、多分ゾウ、ゾウはかけるよ。ゾウってどんなんだっけ。あ、いけるいける。よし、オッケー、いや、いくよ。はい、スタート。あれ？どう、顔が分かんない。あ、やばい。ああ、やばい。かけたかけた。かけたけどなんか変。なんでだろう。なんで変なんだろう。俺途中まで。いきます。せーの。ドン、はい。え、怖い怖い怖い。怖い怖い。え、なにそれ。寝てる。あ、でもすごいね、二人とも横だ。そう、横の絵だ。そっちの方が綺麗じゃん。俺はもうちょっとね、このなんか線みたいなの描こうと思ったんだけど時間なかった。線、そう、線って馬みたいになっちゃった。あ、ここの、あ、横の線ね。そう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 、あの、なんだ、鼻の、なんか怖い、なんかいびつだよね、それ。そう、もう途中まででもう目も適当に描いちゃった。耳も、耳も適当。年老いてるよねこっちが子供っぽくて、足ね、短くなりすぎ、あの、細くなりすぎちゃう。うん、なんか馬みたい、確かにうん、そうなんだ。で、こっちはさ、奥まった足を描こうと思ったんだけどさ、なんか、うん、なんか変になはい、象でー、象でした。馬だね、俺ね、うん、馬に長い、なんかもうね、鼻がついただけ。年老いたゾウちょっともう年老いてます。はい、
では今日最後のお題3つ目です。最後ね。よし。なんだろう最後そのむって。オクラ。オクラ？オクラってオクラって食べ物だよね。オクラ、うん、食べ物。うん、食べ物しかないよね。うん。他に何があるの？分かんない。オクラいける、オクラいける、大丈夫、オクラ簡単だよ、うん、どう、それを絵で見せるんでしょ、うん、すごいなと思って、ちょっとイメージついた？ついた、ついた、大丈夫、うん、じゃあ行くよ。はい、どん。多分ね、いけるよ。気持ち悪い。うん、なんかこれ何だったっけ。立体的に描きたいんじゃない場合はどうやって描けばいいんだろう、教えてほしい、うん、ね。あの立体的に影を描くのかな、ね、分かんない。はい、終わり。え、これやばい、すごい気持ち悪い、最後気持ち悪い。いきますよ、はい、せーの、じゃん。似てる。めっちゃ似てる。似てんじゃん。さ、あのさ、そうその、ま、立体的にしたいじゃん、星型に、うん、この真ん中を出っ張ってるように見せたいんだけど、うん、あ、そっちでもちょっと見える、出っ張ってるように。私ただ真ん中に線が入っちゃってるだけに見える。オクラでした、うん、そしたら今日のお題は3つ、ワニとゾウとオクラでした。ちょっとなんか今日老いぼれてる、うん、いつも下手かな。ちょうど100名じゃない、100台までこのまま突き進んでいきたいと思います、はい、じゃあ今日もありがとうございました。またね。